新潟市近郊のバイパス網を表した路線図。栗の木バイパス。右側の用地は工術の栗の木道路建設の際に用いられる予定栗の木バイパスは、新潟県新潟市中央区、モズ島地内の万国橋交差点から、道区市畜山3丁目地内の市畜山インターチェンジに至るバイパス道路である。モズ島から道区赤市2丁目に至る区間は、 新潟県道464号新潟港、沼水線、赤市2丁目から市畜村3丁目に至る区間は国道7号に指定されている。全線が新潟市の都市計画道路、モズ島ルート線、並びに地域高規格道路、新潟南北道路の計画路線及び整備路線に指定されている。なお、国道区間のうち、 道区塗ったり東2丁目道区あぶみの延長 1.4km の間は、栗の木道路、あぶみ市畜山間の延長 700m の間は、市畜山道路の事業名称で、バイパスの一部を連続立体交差化する事業が進められている。路線としては、北側の万国橋交差点栗の目標、交差点間は、県道464号、明石2、 新潟県道3号新潟柴田村上線と交差する栗の目標交差点以南は国道7号となる。中京、市畜産 IC では多くの交差点が近接する栗の木場一発は全線6車線だが市畜産 IC を除いてすべて平面交差となっており、また市街地を経由する上、右左折車線の不備な箇所があるなどといった問題から渋滞が慢性化している。 また、四雲橋交差点から七畜山交差点、七畜山 IC にかけての区間は、緩やかなカーブになっているのに加え、交差点や合流、分岐が近接していることから最大で、片側五車線が設けられている区間があり、交差点では、新潟県道5号新潟二一線や、新潟市道七畜山トリ野ノ線などが、多重にクランクして接続するなど、道路構造が非常に、複雑で、特に朝、 夕のラッシュ時、両交差点では、バイパス上の右折車線の流れが著しく悪く、迷い運転や接触事故も多発している。国土交通省新潟国道事務所では2010年春から秋にかけ、市運橋交差点付近と市畜産 IC の周辺部で、方面別に標識と路面を色分けするカラー連携表示を導入し、方面標識の表示内容を詳細化するなどして、 交通の整流化を図っているが、抜本的な改善には至っていない。また、新越本線と白新線及び上越新幹線をアンダーパスで立体交差する箇所は4.7メートルの桁下高を確保するため、標高0メートル以下の窪地上になっており、降雨時には冠水を防ぐためポンプによる排水を行っている。だが稀に排水能力を超える豪雨となった際には、 アンダーパス部が冠水によって通行できなくなる場合があり、近年では1998年8月4日、1999年8月12日、2008年8月28日に上下線とも、2011年7月28日にも上り線のみで冠水が発生し、栗の目標交差点笹越橋交差点間で通行止めが実施された例がある。 この対策の一環として、新潟駅連続立体交差化事業と連動し、栗の木道路事業によるかさ上げが行われる。バイパス名称の栗の木とは、新潟市港南区亀田地区と鳥屋の方周辺部から、品濃川の新潟港西港区、ずし島ふ頭付近に通じていた栗の木川にちなむものである。栗の木バイパスはその流路跡を活用する形で整備されたもので、今日においては、 中央区中心部と新潟バイパス、亀田バイパスとの間を連絡する幹線道路の一つであるが、現在もバイパス上の交差点名には、万国橋、栗の木橋、笹越橋、四雲橋などのように、かつての橋梁名が残されている。亀田号及び鳥屋の方も、山椒栗の木川は、鳥屋の方南部のいわゆる亀田号から鳥屋の方を経て、信濃川下流部に注ぐ河川であった。 亀田ダ号はかつて地図にない湖とも揶揄されたほど非常に水はけの悪い地域であったが1892年に鳥屋の方の排水を強化するため笹口地内から東へ分流して通船川へ通じる分水路として新栗の木川が改作された当時の新潟市周辺は湿地帯で道路網が乏しく周運が主たる交通手段であったため共に 昭和時代初期まで、ぬったり周辺の水上交通の用を担っていた。1948年、戦前から進められていた農地整備事業の一環として、鳥屋の片東端部に建設された栗の木、排水機場が稼働を開始し、栗の木川と新栗の木川は、亀田郷地域の広域排水を担うことになった。これによって、新潟市周辺の乾電化が進み、生産性が、 大幅に改善された上に、米の品質も大きく向上した。それに加えて、都市開発が急速に進捗し、宅地開発も進められたが、当時の新潟市は、下水道の整備が立ち遅れており、栗の木川も生活排水の流入によって著しい水質悪化に陥っていた。さらに1964年6月16日に、発生した新潟地震の影響で、 栗の木川の下流部は津波によって浸水し、約1ヶ月にわたって冠水が続く深刻な被害を受け、栗の木排水機場も設備が一部損壊するなど、機能低下に陥った。震災後、栗の木川沿岸の住民は、水害の抜本対策として、新潟県と新潟市に対し、栗の木川を埋め立てるよう陳情を行った。これらを受けて県は、 震災復旧事業の一環として鳥屋の片西部に新たな排水路の新設と栗の木川下流部を埋め立てて道路を整備する方針を決定した。これによってすでに老朽化が進んでいた栗の木排水機場は廃止され、それに代わる排水経路として1967年に鳥屋の片西部から品野川へ直接排水する小山津排水路が開作され、 合流部の親松排水機場が稼働を開始。栗の木川は、基幹排水路としての役目を終えて流量が減少した。そして埋め立て後の道路は急速な自動車社会の進展に合わせ、六車線の都市計画道路、栗の木線として整備する方針が決定し、栗の木川は川幅を狭め、笹口北の本流を廃止して埋め立てられ、流路は新栗の木川に統合された。 道路は1968年に着工し、南側から順次供用を開始。1975年の万国橋交差点佐世江橋交差点間開通により全線が開通した。埋め立てと道路建設に際し、栗の木川の急流路にかかっていた橋梁は順次撤去されたが、主要道路の交差点の名称には、かつての橋梁名が残された。 当時の橋梁の区体が残存している箇所は、ごく少ないが、かつて東港線にかかっていた万国橋跡には、現在も旧川口側に当時の欄干が残っている。栗の木バイパスの交通量は前述の通り増大しており、単間隔で平面交差を繰り返す上、前述した市畜山 IC 周辺部の構造的な不備も相まって長年にわたり、 渋滞が慢性化している。こうした状況下、国と新潟県、新潟市の3社は1992年9月、栗の木バイパスに該当する都市計画道路、栗の木線の名称と、起点、終点を変更し、市畜産 IC より一長間の延長 5.6km を都市計画道路、もずルート線として計画決定し、 翌1993年には、流頭大橋の建設が決定。道路を高規格化して、栗の木バイパスと東港線の各一部を連続立体交差化し、流頭大橋へ直通させる方針も打ち出された。さらに国は1994年12月16日、 亀田バイパスの新潟亀田インターチェンジ、七畜山 IC 間ともずしまルート線前線の延長を 8km の区間を新潟南北道路として、地位。しかし一方、周辺環境の悪化を懸念する地元住民の一部が栗の木バイパスと東港線の立体交差化に反対する旨を唱えるなど、計画は難航した。 その後、予局折を経て、栗の木バイパス北側と、東港線の立体交差化は、当面見送り、まず渋滞が著しい栗の木バイパス南側について、連続立体交差化を実施する方針が決定し、栗の木道路の事業名称で2007年度に事業化、された。さらに、市畜山 IC の完全立体化と、春京交差点、市畜山 IC 間の複雑な道路構造を、 解消する方針も決定し、七畜山道路の事業名称で2011年度に事業化された。計画では、現在の栗の木バイパスと東側に並行する新潟県道5号、新潟二1線を JR 線のアンダーパス部南側から七畜山、交差点にかけての区間で道路を統合した上で、栗の木バイパスの路盤を全区間にわたって傘上げする。 アンダーパス部以南の区間は一部連続立体交差方式で整備し中央部に上下線の高架道路をその両側には上下線。高架部はアンダーパス部と四畜産 IC の間を直通するため中央区中心部からバイパスへは信号処理なしで直進可能となり区間内には現在の笹越橋交差点付近にダイヤモンド型のインターチェンジが設置される高架部に並行する地表部は 現在の笹越橋、市雲橋、七畜山の各交差点で、各道路と接続するのに加え、阿部道内では、現在国の木バイパスで分断されている、都市計画道路網川原線が接続する。笹越橋交差点と、阿部道内に新設される交差点の間には、上下線を連絡する、U ターン路が1箇所ずつ設けられる。廃止される、馬越交差点に代わり、付近には、 横断歩道橋が設けられる。栗の木バイパスと新潟二一線の間を流れている。栗の木川は道路中央部の高架下へ移設し、流路は道路横断箇所等を除き露店のままとして、蓋はかけない。また、現在焼いたを使用している断面は五眼ブロックとする。四畜山 IC は新潟、亀田寮バイパスと栗の木バイパスの高架部のみの結節点となるため、地表部の四畜山、 ICE 南は、亀田バイパスの水原、新津方面への直通のみとし、新潟バイパスへの流入、流出は不可能となる。そのため、黒崎、蘇和方面へは、弁定インターチェンジから、柴田方面へは、新潟新津線の地区小道橋付近に新設される、ハーフインターからのアクセスとなる。地区産 IC は、現在、亀田バイパス方面から、 柴田方面への接続は対抗する本線を一時停止方式で横断してからオンランプへ合流する平面交差となっているが、この間にオンランプを増設して平面交差を解消し、全方面のランプが完全立体化される。それと合わせ、柴田方面から栗の木ワイパス方面へのオフランプは、現状の多重合流を避けるため、ランプが北側へ延伸される。四雲橋 七区山両交差点付近では、指導紫取線と新潟ニーツ線を直通化させるなどの改良が行われる。なお前日の JR 線のアンダーパス部については、冠水対策として、現在進められている、新潟駅連続立体交差事業の進捗に合わせ、在来線の降下下後に、バイパスの路盤をかさ上げして、冠水を防ぐ工事が実施される予定である。栗の木道路、 七畜三道路とも全面竣工事期は未定だが、今後栗の木場一パス沿線では、道路の移設や新設に加え栗の木川の流路移設などといった大規模な工事が計画されている。この間、新潟潟県道5号新新線とは、新栗の木川を挟んで、ほぼ並行しており、栗の木橋交差点、馬越交差点、笹子江橋交差点、四雲橋交差点の4カ所で接続している。 当初、この旧道区間は国道49号のみが指定されていたが、1974年に国道7号、国道8号、国道17号、国道113号が新潟バイパス経由の区間に指定変更された際、同区間もこれらの国道の重複区間とされた。翌年の国の木バイパスの開通に伴い、国道指定から外れている国道403号、 国道459号は、バイパス開通後の指定のため、旧道は存在しない。原道栗の木バイパス、新潟バイパス原道栗の木バイパス、新潟バイパス、亀田バイパス栗の木バイパス終点。ありがとうございます。